ホエロは、1962年11月18日の20時15分21時に、朝日放送で放送された、ラジオドラマ。安倍工房が脚本を務め、宇野十吉が主演を務めた。昭和37年度芸術最小受賞作品。後に、フランスでも放送された。ドラマ本編は、横浜市の放送ライブラリーに所蔵されており、無料で聴取することができる。 脚本テキストは、1963年4月1日、日本放送作家協会、放送作家現代の放送ドラマへに掲載された。大和サーカスの座長は、サーカスの資金繰りがおぼつかなくなったため、一座の、看板のライオン、太郎を売る、新聞広告を出した。太郎は、座長が手に入れた時から、すでに右足のない三本足の痩せたライオンだったが、座長は、 なみなみならぬ愛着を太郎に持っていた。レストランの看板にしようとライオンを買いに来た男は、吠えない太郎を見て、小馬鹿にしたような態度だった。座長は、芸なしだろうと、三宝に足だろうと、ライオンはライオンさと景色版だ。座長は、太郎が馬鹿にされて売られていくよりも、花々しく死んでいく方がよほど本望じゃないだろうかと、考え、負けを承知で太郎と虎を決闘させる喧嘩工業を、 思い立った。金の匂いを嗅ぎつけた男らが新聞社に手配し、観客が5000人も来場する県の体育間で、見せ物が行われることとなった。一座は太郎の死と共に解散するつもりだったが、太郎のおかげで座員が助かるかもしれない可能性が出てきた。座長は自分たちの虫の良さを思い、せめて太郎が勝ってくれればと勝負に期待をかけるようになった。太郎の相手は、 ベンガルタイガーの西木丸だった。しかしトラとライオンは対面しても一向に戦う構えがなかった。座長は心の中で太郎を応援し、太郎、吠えろ、吠えろ、と叫んだ。しびれを切らした観客はだんだん苛立ち、矢字が激しくなってきた。そしてついに金を返せという罵声で爆発しだした。座長はライオンがどんなものか観客に思い知らせて、 いつく配らせてやるつもりだったが、奴等の方が、お前以上に猛獣だったらしい、と悟った。ボート溶かした観客から逃げるように、座員たちに促された座長は、その場から立ち去る前に、吠えろ、と願いながら、銃で太郎の眉間を撃った。銃声の後、恐るべき、ライオンの咆哮が響き渡った。座長は、私が殺してしまったのは、一体、何だったのだろう。ライオン、 いやこんなもの、俺はまだ見たこともないぞ。何が死んだんだ、何が、と独白する。他、現代文学の実験室市安部工房集、作品ノート17、ありがとうございます。